さん、こんにちは、ひろきです。ご機嫌いかがでしょうか。私は元気にしております。さてさて、ガレージバンドで、ジャズ、メタル、トランスという曲を作るというこのプロジェクト、今サビ、最初のサビ、いきなりサビから始まるんですけど、この曲サビを作っております。はい、ということで、今回はですね、こうちょっとおかずとして入るような感じのハープを入れたいと思います。はい、ハープですね、ハープ。はい、どこで入れるかというと、ですね、それはピアノを見ればわかりますね。ピアノを見れば、はい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 、あ、この辺見るとわかりやすいですね。はい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 、 C から G に行くところです。はい、これを、やりたいと思います。はいはい、じゃあやりましょう。で、その後のコードも見ましょう。その後のコードが、その後のコードが、11番目が、あ、そうですね。A なんで、Aマイナーなんで、そこにたどり着くようなフレーズを入れていきたいと思います。なので、逆順で、入れていきます。はい。逆順で入れていきます。ハープは。はい。そうですね。はい。逆順です。で、ハープをちょっと高い位置で、ピアノよりも高い位置で入れていきたいと思ってるんですね。はい。そうですね。なので、ガレージバンドで言うと、A5 で終わるという感じですね。はい。これで終わるという感じです。はい。これで終わるという感じで作っていきます。はい。で、ここは、こうですね。はい、これをはい、コピペして、はい、こんな感じです。こんな感じで作っていけば、あ、ハープが分かれちゃった。ちょっと待って、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 待って、あー、これ伸ばしとかなきゃいけないんですね。はい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 。わかりました。ハープが二つに分かれちゃったよ。もう。はい、作り直し。はい。ね、ガレージバンドの悪い癖ですよ、これ。はい。で、これをコピーして、はい。はい。こんな感じで作っていきます。はい。これも。はい。こんな感じで作っていきます。はい。はい。はい。じゃあ次。はい。次、コード C を作っていきましょう。ここで C と来てる、B と来てるんで、G まで下がる感じですね。G まで下がる。はい。G。G、B、A、E。はい。これをコピーします。
はい、これをコピーして今度は上げます。はい、こんな感じです。はい、上げていきます。はい、はい、はい、こんな感じですね。はい、でこれもコピーして上げていきます。はい、こんな感じで出来上がりました。これを音をですね、コード、おっと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 コードごとに音を伸ばしていきます。コード単位でつまり C の間は伸ばすって感じですね。はい、地道ですがやりましょう。はい、地道ですがやりましょう。こんな感じですね。どうしようかな、それか、あー、その手もあったか。そっちの方が合うな。ちょっとやり直しちゃおうかな。はい、やり直しちゃいます。僕はい、やり直しちゃいます。はい、これやり直しだ。ここだけやり直し。はい、こうやってやれば、はい、こうやってやればで、これ削除。はい、こうやってやればこれを、はい、ここに、もうちょっとここまでずらしましょう。はい、そしてこれをここにくっつけると、はい、こんな感じでいきましょう。はい、したらあと2音足せます。はい、これいいですね。じゃあここに G を置きましょう。 G を置いた。はい、次 B を置きましょう。はい、これで高さがここと合ってきましたね。はい、いいですよ。はい、ここだけ聞いてみましょう。おっと、待ってくださいね。すいませんね、こっちをまだやってなかった。地味な作業ですけどね。はい、こういうのね、あれですよ、ボケ防止に老人養護ホームとかでも、ボケ防止には複雑な計算式を解かせるんじゃなくて、簡単な計算を繰り返しやらせる方が実はボケ防止に、認知症防止になったっていう結果が出てるんですよ。はい、なのでこういう単純な作業も脳トレやってんだと思ってやればですね、そんなに苦にならないですよ、はっきり言って。はい、僕に言わせればね。はい、はい、じゃあこれでいってみましょうかね。いきますよ、これだけで、ハープだけで聞いてみます。はい、こんな感じです。いいでしょ、いいでしょ、いいでしょって自分で言うなよって感じですけどね。はい、じゃあ次は、はい、同じことをですね、17、18でもやります。はい、17、18でもやります。はい、
で、ここでは、ですね、7E で終わるので、そこめがけていきます。はい、この音で、ここまで上がります。はい、そうですね。これでいきたいと思います。はい。はい、そうですね。で、レナとは C、B で G シャープです。G シャープです。ハーモニックでいきます。はい。はい、ここまでできればもう、あとは簡単です。はい。これをコピーして、はい。また D まで下げる。はい。これの繰り返しです。はい。もうここまで繰り返しちゃおう。はい。これを2つ取って、繰り返す。はい。で、これを、はい。合ってますか？場所合ってますね。はい。じゃあ次。次は、どうしようかな。次は A なんですよね。A。Aマイナー。Aマイナー7。Aマイナー7です。あれ？なんかずれてるな。あー、あ？合ってる。ここは合ってる。あれ？なんかずれてるな。なんでずれてんだこれ。ちょっとずれてますね。これはいい。合ってる。ごめんなさい。合ってました。これが間違ってるだけだ。私が間違ってただけだ。で、こっちも。はい。はい、合ってました。はい、これで治りました。はい、治りました。で、これで E だから、G になるのか。G でいくか。よし、行ってみよう。はい。はい。で、これをコピーです。これをコピーして E まで上げる。はい。こんな感じです。で、もう一回、今度はこの2小節を、はい、ここに上げるって感じで、これをまた高いに上げます。はい、これで E から始まって E で終わるというものができました。こっちも、はい。はい。整えましょう。音を整えましょう。はい。はい。音を整えましょう。はいはい。はいはい。
はい、こんな感じですね。次こちらも同じように、はい、これで一旦聴いてみましょう。今度は暗い感じになります。はい、こんな感じです。はい、これで出来上がりました。ハーブ出来上がりました。次はですね、マリンバとビブラフォンを入れたいと思います。てっぺんから、ここ3拍子目からマリンバとビブラフォンを入れたいと思います。はい、では今回の配信は以上となります。また次の配信または別の配信でお会いしましょう。さようなら。